新製品情報というわけで今回は KC さんとかマルテンさんとかねあんまりよく分かってないけどまあ自分のウェブで調べた範囲でね雑談などしようと思います少し前ね KC さん CZ のホーググリップ付きのが出たみたいですよね残念ながら私は今のところはレビューはないかもしれないですねもしかしたら山中社長がねちょっとこれ みたいな感じで出していただければあるかもしれないけど今のところはないですね。それあの MP9 の再販が入ったみたいですよね。これはもう撮影したので、あのー、メインチャンネルの方でいつぐらいですかね。まあ多分1、2週間の範囲で出すと思いますんで。やっぱり思うんですけど、あのー、M93R 以外、やっぱりちょっとなんかね、 なんか癖がありますよね。なんかある程度打って当たりが取れればいいんですけど、あの動きが渋いところとか。ちょっと最近経営者さんは個人的にはまあ、私がハズレをね。引きまくってるだけっていう話だとは思うんですけど、なんかそういうのはありますね。まあ、そういう中でやっぱり m93r シリーズっていうのはまあ、動作もね。ブローバックの調子とかも。安定してるしまあ、普通に。 なんか気になるとか動きがどうか硬いとかなんかここがこうやらないとちょっと動きがね渋いねみたいなのもないしやっぱり KC さんだとやっぱ Q3R シリーズがおすすめかなっていうのを改めて感じますね。はい、あとね MP9 もねちょっとねあの動きが渋いとかってまあどうしてもなんかあるんでしょうね勝ち作って寸法がちょっと大きかったとかまあなんでちょっと鳴らしがあった方が。 UMP9 は良かったような感じがします、まあ動画の中でね、まあ、実際の動きとかを紹介すると思いますんで、まあ、そちらを見ていただくのが一番早いかなという感じがしますね。まあ私もあのえまあ分かってらっしゃると思うんですけどあんまりねエアガンをこれなんだよっていうのはやりたくないんですよね。やっぱりい,いところを見つけてあの 紹介していいきたいんでとはいえもうやっぱ動きが渋いやつってやっぱりまあ動きが渋い以外出ないじゃないですかだからね、まあ、そこら辺は私の表情とか実際の銃の動き実際の銃の動きを見ていただくのが一番いいですねできる限りいろんなアングルで,でき回数もいろいろ重ねてとっているのでまあ、購入する際はまあ私なんかよりあの,その実際のまあ、そうでしょうけどね銃の動き参考になればと思いますね。ん、はい、んなもんななものかな うん、というわけであとあバーテックも出すんですね K.C. さんねあのまあ再販だと思いますはいあとは何ですかね新製品気になるのあのマルゼンさんの 93R 固定スライドのやつがねまだちょっとかかるみたいなんですよね私マルゼンさんの 93R はやったことないと思うんですけどあの昔のねあのまあ 動かないモデル外部ソースのやつっていうのは、まあ、外観のみパっ,ってやったんですけど確かね普通の固定スライドのやつをやってないような気がするんですけどねそれがね出るんですよ本当ならもう出てもいい頃ですけどやっぱりこのご時世ちょっと難しいんでしょうねまあ多分6 5月6月ぐらいには出ると思うので、まあ、そこら辺マルゼンさんは期待ですかね今のところ APS3 はねあのフロンティアさんだと手に入ると思いますんでぜひ あのブルズアイマッチもやってますか皆さんあの。ぜひね、楽しんでご参加いただければ嬉しいかなと思います。というわけで、簡単なんですけど、私がウェブでチラチラっとみんなね、新製品に関することなど紹介してみました。皆さん、期待の新製品とかありますかね、発表になっているもので。あと、田中さんがデザートイーグルのモデルガン出すんですってねあの、山中社長から教えていただいたんですけど。 すごいですね。モデルガンはね、ほとんどやらないと思うんですけど、ちょっと楽しみではありますよね。あと、何でしたっけ、メンバーの方から教えていただいた、あの、ね、210のサイハンマールシンさんの、あるんですね。それも、ちょっと気になるかなと思ってます。はい、というわけで、新製品情報について紹介してみました。有力な情報をお持ちの方ね、まあ、言えないと思うんですけど、言える前でよかったらコメント欄で教えていただければと思います。また あのこれ楽しみだなっていうね。以前ありましたらコメント欄にてお知らせいただければ嬉しいです。最後まで見ていただいてありがとうございました。